やっぱ一番最初に比較したいのはこれですよね。はいどうも、ナグチャンネルです。ということで今回はこちら。でん。スマート&インレット特別編集、極上アウトドアスタイルアウトサイドベースシェラカップブックということで、こちらをご紹介していきたいと思います。本誌だけの特別付録、田中健さん主催アウトサイドベースの使い勝手抜群シェラカップ大小2点セットということでして、こちら実物大の写真なんですけども、こんな感じのね、大きいシェラカップと小さいシェラカップのね、2点セットになってるってことみたいです。雑誌の方もね、こんな感じで分厚くなってまして、いや、これは楽しみですね。田中健さんってどういった方で、アウトサイドベースって何なのっていうところなんですけど、田中健さんはですね、アウトドアを取り入れることによって生活はもっと快適になるを信念に、快適生活研究家として各メディアで活躍されてる方っていうことみたいです。こんな感じのアウトドア大好きなお父さんっていう感じの方みたいですね。でそんな田中健さんなんですけども、2008年には自身プロデュースのキャンプ場をオープンさせておりまして、でそのキャンプ場が群馬県北軽井沢にあるアウトサイドベースっていうキャンプ場みたいですね。ってことで今回はそのキャンプ場のロゴをこのシェラカップに入れてくれてるってことみたいです。アウトドア大好きな方が監修したシェラカップセットということで期待できるんじゃないでしょうか。価格はですね2860円とちょっと高めではありますね。ということで早速見ていきましょう。ちなみに雑誌は付録と一体になってしまってますんで、まあ、雑誌残したい方はここ綺麗に切り取る必要がありますね。じゃーん。おー、はい、ってことでこんな感じの大小の2つの付録になっております。はい、どうでしょう。うん、触った感じ特にへこんでたりとか傷があったりとかそういうのはもちろんないですね。どちらも真ん中にアウトサイドベースのロゴがしっかり押されておりまして、でメモリが切ってあるんですけども、小さい方は 50ml から 200ml まで、大きい方は 50ml から 300ml までメモリが切ってありますね。で裏はこんな感じになっておりまして、折りたたみ式のハンドルになっておりますね。展開するときは少し縮ませて、で上に上げると、パチンとこんな感じになりますね。で、こいつを下に持ってきてロックするっていう感じですかね。はい。ただこれ、なんかスカスカなんですけど、ん？これなんか、スカスカなんだけど、大きい方も同じ感じで、はい、こんな感じで、展開できるって感じなんですけど、こっちもちょっと緩めですね。これって、あれだよね。下に下げればロックされて、折りたためられなくなるっていう感じだと思うんですけど、ここ緩いですね。まあ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 。ということで、こんな感じの2つのシェラカップになっておりますと。大きさの方は、小さい方が高さ 43mm、直径が 97mm、で、底の直径が 65mm ってなってますね。容量は 220ml ってことみたいです。大きい方は高さが 48mm、直径が 130mm、で、底の直径が 80mm ですね。で、容量は 420ml になってます。どちらもステンレス製ってことですね。まあ、触った感じ、付録とは思えないくらいの品質というか、まあ、特に問題点はないんですけど、まあ、やっぱり、ちょっと気になるのはこれですよね。これが、違うんだっけ？これ別に意味ないんでしたっけ？そんなことないよね。これは、セリアで買ったミニヘラなんですけど、これも、まあ、同じ原理ですよね。あ、取れちゃった。あ、まあ、さすがセリアといったところですね。通常こんな感じで、こう展開して、で、このストッパーを下に下げて、ロックすると。そうすると、握っても、ここが縮まなくなるんで、折れませんよっていう、そういうやつですよね。ここを、こっちにすると、こういうことになって、まあ折れるって感じなんですけども。だからこれも、さあ、まあいいんか。別にいいのか。このストッパーを、まあ下にさえ持ってくれば、別にいいんだ。ただまあ、ここはしっかり渋みがあって、ここからずれないでいて欲しかったっていうのは正直なところですね。まあ、ということで、何癖つけるんであれば、それくらいっていう感じですね。他は特に問題ないです。じゃあ、私が他に持っているシェラカップと比較したいと思うんですけど、やっぱ一番最初に比較したいのはこれですよね。じゃーん。ブッシュクラフトの折りたたみシェラカップでございます。まず大きさなんですけど、全然違うんだ。うん。今回の小さい方のシェラカップの直径が 97mm なんですけども、ブッシュクラフトの方の直径は 117mm ってとこですね。なのでブッシュクラフトの方が 20mm 大きいって感じですね。で今回の付録の大きい方と比べてみると、見た目は同じくらいに見えますけども、こちらの大きい方の付録が直径130ですんで、ブッシュクラフトの方が 13mm 小さいって感じですね。なのでまあ並べていくと、まあこんな感じですよ。
小中大って感じですね。でここでちょっとお金の話なんですけども、こちらのブッシュクラフトのフォールティングステンレスシェラカップなんですけど、こちらですね、だいたいお値段が2000円弱ぐらいします。はい、私は1800円で購入いたしましたということですので、あくまでこのブッシュクラフトのシェラカップを基準にするのであれば、一回り大きいこのシェラカップ、そして一回り小さいこのシェラカップの2点セットプラス雑誌で、価格2860円というのはだいぶ買いなんじゃないかと思いますね。折りたたみ式のシェラカップ気になってるなって方はですね、このタイミングで買ってみるのもね、全然いいんじゃないかと思います。ちなみに重ねるとこんな感じになります。折りたたんで重ねることもできまして、こんな感じで重ねることができます。上部の方は完全にフラットにはならないですね。少しはみ出るって感じです。キャプテンスタックのシェラカップと比較してみようと思うんですけど、こっちが 250mm の方、こっちが 500mm の方なんですが、小さい方同士で比較してみますとこんな感じになっておりまして、キャプテンスタックの方が一回り大きいって感じですね。なのでこんな感じで重ねることができます。大きい方同士で比較しますとこんな感じで、キャプテンスタックの方が一回り大きいって感じです。こんな感じで重ねられます。なので全部重ねますと、はい、こんな感じ。うん、いいですね。じゃあ実際に使ってみようかと思います。じゃじゃん、今回はこちらシェラ飯っていうですね、シェラカップ専用のレトルト食品をね、使っていこうかと思いますよ。作っているのは株式会社アグルスっていう東京都の会社なんですけど、製造は福島県のいわきっていうことになってます。ソロ牛丼、ソロ麻婆丼、ソロすき焼き丼、ソロ焼き鳥丼、どれにしよう。ソロ牛丼にしようかな。初めてなんですけど、シェラカップでご飯炊いてみようかなと思います。使うのはもちろんメスティンで5分で炊けるお米。蓋はこちらのキャプテンスタックのシェラカップ用の蓋を使ってみようかと思いますが、なんとかなりそうですね。シェラ飯もこの上に置いておけば温まるかな。よし、じゃあもういいでしょう。オープン。ででーん。おー、みっちり。うん、いいね。問題ないね。そしたら、ちょっと真ん中に穴を作って、こんな感じでいいかな。さて、出していきましょう。お？あー、なるほどね。思ってた半分くらいしか量ないわ。さすがシェラカップ用のおかず、ソロ牛丼ですからね。それではいただきます。最初におかず使いすぎちゃうと後半白米になっちゃうな。ではソロ牛丼いただきます。そりゃうまいわな。すき家と同じ。うん、いやこれは本当にそうよ。別に持ってない。すき家と同じ味がする。あの吉野家の缶詰はあんま美味しくないって話らしいけど、このレトルト食品の牛丼めちゃめちゃうまいっすよ。うん、ちょっと量が少ないのが難点だけどね。永遠の70点。はい、ということで今回は極上アウトドアスタイルアウトサイドベースシェラカップブックのご紹介でした。動画中でも言ったんですけども、このようなね、折りたたみ式のシェラカップが大小2つついて2860円っていうのは結構買いなんじゃないかなって思います。ロゴもしっかり入ってますし、メモリもですねしっかり入っております。ここがスカスカだったりとか、あと使ってるうちに気づいたんですけど、折りたたんだ後にちょっとここがピチッとくっつかずにちょっとふにっとしてしまったりはするんですけども、それを踏まえたにしてもかなりいいんじゃないかなと思います。気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上になります。参考になった、面白かったと思っていただきましたら、ぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。ということでここまでご視聴ありがとうございました。ラグチャンネルのラグさんでした。それではまた、バイバイ。